オートフェスティバル2016戻せ、オートフェスティバルやってまいりました。今週はですね、このオートフェスティバルオートフェスティ名古屋からお送りします。で、数々のこのねチューニングからある中、どの1台を紹介するのかね、というわけで、その車を紹介していきます。皆さんお楽しみに。それではまず今週の1台こちら、せーの、どこだ、あっ、パトカー、やばい、やばい、視聴者プレゼント、そのままやろうかな。今週は、岡田エンタープライズのこちらのマフラータオルですね、30名の方に、プレゼント3名ね3名ちょっと置いてくれる。ポートメッセ名古屋で行われた車のイベント、名古屋オートフェスティバル2016。ショップからユーザーまでかなり質の高いカスタムカーが集まることで有名なこのイベント、会場には所狭しと魅惑のカスタムカーが並べられていましたよ。今日岡田エンタープライズから、ね、大田店長何台出店してあるんですか。今日もう合同なんですけど、22台。あ、そう、はい、合同で。岡田エンタープライズからは何台出てるんですか。うちから12台。今日はキューブができたんで、この前未完成だったやつあ、そう、あったね。こちらは以前番組で紹介したキューブでしたが、この本当に汚らしいホイールもうちょっとこのいくら汚らしいホイールでももうちょっとこうちょっと出してあげた方がかっこいいんじゃないの、ま、ちょっとこれなんかあれ、あの28万キロのミラーのホイールとか、ま、あれじゃなくてそう見えるけど、ま、間に合いませんでした。あ、そう、サイドステップ、はい、こういうサイドステップですね。これなんか後ろの席の人が踏んじゃいそうだよね、うん、ここはね、足かけて大丈夫大丈夫です、まあ、あれ、あ、こっちが、あれ、これはない、うん、サイドステップがないんだ。あの作ってもらったら、うん、左が2本来ちゃったんであ、もう業者に一言言いましょうか、うん、左右作れよ本当に。と、薬師寺安江もご立腹の改造中のキューブ、果たしてどのように仕上がったのでしょうか。あ、変わりましたね。変わりましたよ。あのいわゆるキューブの3ナンバーになったんですね。そうです、3ナンバー後輪です。サイドステップもちゃんと2個ついて、これ塗るやつも作ってもらった、これ、あ、もう作ってもらいましたね。へえ、全然違いますよね。おお、そう、へえ、どうですか、似合ってますよね。おお、うん、これ作ったんですか。そうです、なんかこれ1本6000とか8000するんですか。もっとします。もっと、はい、デザイン料だとかなんか言われて、ほんと、こいつ一人儲けしてやがるな。大阪の業者じゃないよ、俺。そうそう、そしてね、はい、今天の声が届きまして、マフラーを見せろってことでね、マフラーセンター出し、はい、センター2本出しです。あ、まあ、これ斬新ですよね、今までない。そうです、ね、なかなかいい音がするんですけど、はい、音もする、音もします。あ、これも、オーダーダンプライズオリジナルです。あ、今から販売していきます。なるほど。このキットもサイドステップもそうですよね。そうです、この前できてなかったやつが、うん、あのサイドステップができたんですよね。ね、こちらのサイドステップもできたということですね。まあ、色はどういう風にもできるのね。できます、できます、ね、はい、ここ今グレーみたいな色ですけど、うん、あえて、まあ、黒でも赤でも白でも何でもできるか、はい、さあ、続きまして紹介する車はこちら、ね、ライトの処理が間に合わなかったエスティバ、はい、ね、これライト磨けばよかったのにもっと綺麗になるのにお客さんのやつなんですけど、はい、うちね、オールペイントしたりラッピングしたりお金かけてる。そうです、最近エアサスをつけて、で、今日出したんですけど、はい、本当はここにいる予定なんですけど、はい、忘れ物を取りに帰っちゃって今いいですか。そういるより昔からい、あのずっと一生運のないやつで大事な時にいない、ね、肝心な時にできない、ね、できない。なんであの車だけでも紹介しますか。はい、かわいそうなんでこれ、はいはいはい、お願いしますかわいそうなんで誰にしようかな誰トランプ、ね、トランプってこと、はい、これもないよ。ないですね。俺もない。ないですね。トランプ使えるよ。なんで？トランプ、じゃあちゃんとつけるわ。丁寧語。トランプ氏。
これ死今日ご機嫌がいいですね。はい、ね、乗ってる。さっきまでふーんってなってたのに、まあ、もうね雨で引き返そうかと思った雨でやっと元気が出てきました、ね、そうさあ、はい、トランプして まとまったところでちょっと車ちょこっとだけ車やるちょっとお願いします、はいはい、エアロパーツ、はい、ホイールホイールはこれどこ。そうです、エアサスです。エアサス入った、エアサスマフラー、マフラーマフラーマフラー超爆音です。超爆音、はい、はい、こちらのステッカーステッカーはい、はい、はい、終わりです。サイド、はい、終わりました終わり今日はノリに乗ってる薬師寺安江、張り切って次のブースに向かいましょう。さあ、続きましてね、ちょっとねあのいつものところなんで、次はお口直しに、次のブースに行きたいと思います。はい、続いてはこちらですね。来ましたね、新しいね、新しい子ニューフェイスです。はい、名前はエムリット製から来ました、エムリットガールズ椎名彩です。彩ちゃん、はい、何代目になるんですか。11代目。はい、エムリットガールズ11代目ということでね、はい、もう商品のことは全部把握してますね。はい、はい、この会社がどういう会社なのか、ね、創業はいつですか。3年前。いや前の人から3っていう数字が出ましたけどね、はい、3年前。はい、はい、あのもうねエムリットフィルターさんといえばあのねおなじみのフィルターをね手軽に交換できるという、会社でして、今回も来ましたがね、いろいろあの今までハイエースとかね、あのたくさん人気車種のものが出てましたが、今回なんと、なんと新しく出た商品を紹介しようと、はい、PM2.5 も取れるっていうね、まだ覚えてます。で今回何車用ができたんでしょうか。お願いします。スバル車です。 OK 大正解すごいね今までの僕の車の番組で一番できる女の子やったー、はい、スバル入れただけでも OK。 はい、じゃあスバルのやつを紹介してください。どれですか。あ、これスバル車用ということでね、スバルの S-FG1 ということで、この車種ですね、インプレッサー、フォレスター、オーブ、これ用のやつが出たんですね。この室内と室外の中のエアコンフィルターは出ました。ファン待望の、もう待ってた商品、ほんと待ってましたか。待ってました。嘘つけ。いや、ごめんなさい、はっきり言って俺も待ってないけど、あのスバル乗ってる人には待ってましたのね。これじゃあね、よくあのちょうどこのね梅雨時期とか夏の前にあのエアコンつけてやった時に、エアコンついてた時にジメーっとあの臭いのね、あれがねほぼなくなるという商品ですね。あの臭いのがね、なんで一応ね交換をしてみてはいかがでしょうか。このエムリットフィルターの良いところね、あるが思う良いところを一言お願いします。3、2、はい、とっても空気が綺麗になります。はい、以上です名古屋オートフェスティバル2016、この続きはまた次回にお届けします。まだまだ視聴者プレゼントありますからね。